皆様こんにちは、あずみです。ツイッターやインスタグラムなどご覧いただいている方はご存知の方も多いとは思うんですが、インフルエンザにかかって2週間お休みをいただいていました。ご心配ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。そして3月でチャンネル開設3周年となり、いろいろな方に支えられチャンネル登録6万3000人とたくさんの方に登録していただきました。皆様本当にありがとうございます。ここから4周年に向けて10万名のご登録をいただき、銀色のやつを目標にもっとクオリティの高い動画を皆様にお届けできればと思っています。そして今後の動画についてなんですが、今月中旬頃からサブチャンネルの方本格的に始動していきたいと思います。ここに書いておくんですが、まず今行っている月曜日のライブっていうのは曜日は固定せずに、今後はねサブチャンネルの方で上げていきます。次に簡単な DIY、 初心者の方でも数時間あればできるような作れるような DIY ですね。そういったのは今後サブチャンネルの方にアップしていきます。例えばこの間の段ボール DIY とか100均 DIY とかはサブチャンかな。この辺はあんまりしっかり決められないので、その時考える感じになると思います。バイク系であればツーリングデビューしたらサブチャン、キャンプ動画もサブチャンネルがメインになるかと思います。動画スケジュールは月水金で1年やっていきますが、このメインチャンネルでアップされていない時はサブチャンという感じで、今後不定期になりますので皆様よろしくお願いいたします。で、一番早く終わらせたいのが、インフルエンザにかかる前にやる予定だったビーノちゃんのレストは庭でね、クランクケース開けっぱなしなんですけれども、早く完成させてね、ツーリングソロキャンプ行きたいです。いまだに庭でエンジンかけるだけの騒音発生マシン、今度のね埼玉と群馬のオフ会の時に展示しますので、その時皆様ね細かいミスなど探してあげてください。次に最近の動画を見てお気づきの方もいらっしゃるかなって思うんですけれども、パソコンも触ってレザークラフトをやっているんですが、これリ・アズミとして初期に上げていた動画のリメイクとしてアップしていました。3年やってどれぐらい変わるのか実験的な感じでやっていたんですけれども、もしねこれもう一度やってほしいっていうのがあれば、下のねコメント欄に書いていただけると嬉しいです。あとはこちらモザイクかけておくんですけれども、まだ皆さんにねお見せしていないものとかやっていないこととかたくさんあります。もちろんね新しいことっていうのもやっていくんですけれども、今後はね全体的なクオリティをアップさせていこうかなと思います。まだやっていないんですけれども、車のカスタムがイメージしやすいかと思います。 DIY はいろいろな知識と技術が必要になってくるんですけれども、工具やグリスの種類、木工ができるとベッドを作ったりスピーカーの増設もできるそうです。塗装も大切ですし、100均グッズを使えば安く済ませることも可能ですよね。レザークラフトもそうですし、電気の知識も必要です。 DIY はどんなジャンルでも他のジャンルを知ることでクオリティが必ず上がります。なのでコメントで何かに絞ったらといただくこともありますが、あずみ工場委員会とサブチャンネルではどこかに特化して DIY をやっていくことは今後もありません。ごめんなさい。私のやっていることで物足りない方や分かりづらかったりした時は、専門でやっている方のチャンネルをぜひ見てください。バイク系ならマーサンガレージは分かりやすくておすすめですし、サンドブラストがインテリア DIY に役立ちます。木工ならおはよう563は木工でこんなことできるんだと驚かせてくれますし、おかげでビーノちゃんのアルミステイを自分で作れるようになりました。他にもたくさんおすすめしたいチャンネルがあるんですが、話すとね長くなってしまうのでこれはやめておきます。そんなすごいチャンネルがたくさんある YouTube なんですけれども、すごすぎて専門用語がわからないとか、何を揃えたら始められるのといった卵の殻の中に入った状態の方に向けて、卵の殻から頭だけ出したあずみが知ったこと、これをね皆様に紹介できたらなと思います。おかげでニワトリさんからコメント欄でアドバイスや修正をいただけて、動画とコメント欄で一つの情報となっていますので、これからもニワトリさんは卵とヒナを育てるようなコメントをよろしくお願いいたします。あずみ工場委員会4年目に突入し、これからも楽しみながら DIY を紹介していきたいと思っておりますので、メインチャンネル、サブチャンネルともにこれからもよろしくお願いいたします。